それでは第26試合ウェルター級75キロ以下瓜田 vs 伴中村戦に出場する伴中村選手にインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回やっと実現したこの戦いなんですが、うん、今率直な気持ちをお願いします。そうだね、今日さっきのなんだろうな、朝まで水抜きっていう作業をしてて、体重も約ちょうどマックスあったとこから1ヶ月ほど前から9キロほど落として、多分映像でわかるかわかんないですけど、いやでも結構わかりますね、はい、そうですよ、体ももうお腹が出てるのが全部なくなって割れてるぐらい、引き締まってる感じ、はい、試合の日は明日か、はい、そうですね、楽しみにしてもらった方がいいかなって思うと、あと意気込みですか。はい、お願いします。意気込みはなんだろうな、もうむしろ勝つとか負けるかはちょっと超越しちゃってて、別に強さをそこで誇示しようとかもう思わないし、あ、どちらかというと本当に日本中を巻き込んだこの、まあ、純子久しぶりから始まったこの7ヶ月のストーリーぐらいのストーリーでようやく生産ができるんで、でただそこでその勝ち負けとかよりもこの、まあ、映像を通して特に明日なんですけど、はい、試合を通して、まあ、その世の中でまだ皆さん十字架を抱えてたり心のコップが溢れそうな人たちに対して、なんかそのこの大人のねおっさん二人がヒーヒー言いながら頑張った結果のぶつかり合いを見せて、まあ今でもまだ間に合う生産ってのがあるんだよっていうのをちょっと伝えたいなっていう思いが強いです。うわ、はい、もう今のコメントで試合してないのにすごくこう何か溢れてくるものを私も感じたので、もう皆さんもすごい楽しみにしてると思うんですよ、はい、で今日までのこの瓜田戦に向けての何かやったこととかありますか。正直なんか技術をどうしようとかってやっぱないし、むしろそのお互いどこかリスペクトし合ってるの感じがあるから、はい、なんか作戦を練るっていうのは相手は分からないけど、はい、俺は全くなくて、ただただ一言言わせてもらうなら、もちろんやる以上はリスペクトがある以上、ライオンさんになりたいなっていうのと、はい、あとはやったことは減量ぐらいですか。あ、はい、でも今回もね、減量の、まあ、減量があってこうスーツじゃなくて、はい、ダルビーってラフな、そうですね、もうパジャマですよね。パジャマで来ました。あ、でも全然お似合いですね。で結構余裕、心の余裕とかはどんな感じですか。あ、もともと緊張しないんで、毎回、前回もそうですけど、はいはいはい、ユーホさんとやる時も全く緊張とかなんか力みとかもせん、もういつも通り、はいはいはい、ただリングに上がった時は、はい、ぜひ表情を見てもらえれば分かります。おー、表情にも注目ということですね、はい、ありがとうございます、はい、最後にもう一回だけ、はい、こちらのカメラに意気込みの方をお願いします。いよいよ日本中を巻き込んだこの、まあ、大人のちゃんちゃんっていうのをお見せすることになると思います、はい、どういう結末が迎えるかは僕にもわからないんだけども、その先にでもあるものが一つ言えるとしたら、今からでも大切な人にごめんねだとか、ありがとうとか、愛してるってことを言ったら人生変わるかもしれませんっていうところをこの戦いでお見せしたいと思います。以上です。ありがとうございます、はい、すごい重みの深い言葉で感激しました。明日頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。